はいどうも峰島です昨日の動画で最後の動画になるかと思ってましたけれども昨日の夜は反社会勢力の方が来ませんでしたということで、えー、今回は音声だけで動画をお送りしたいと思います僕から言いたいのはね ひろしさんはね「証拠があるある証拠があるある」言ってますけど証拠を一切提示しませんこれはどういうことなんですかねもう証拠あるんだったらどん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 出してもらってなんか裁判にやらないと証拠出さないらしいんですよこれも謎発言で別にね YouTube 上で もしくは SNS 上で証拠があるんだったらどんどん出してもらったらそれでいいんじゃないですかねうん名前とか出せないんだったら P 入れればいいだけですしそれすらもできないですかねもう謎すぎるんですよあと長役太郎さんもし僕との会話を録音してるんであれば懲役太郎さん出してくんないですかね 全然広シさん証拠ある証拠あるって言って証拠出す気ないんで僕は懲役太郎さんとの録音は全然してないんですよだからそこの会話の録音出せって言われても僕出せないんで懲役太郎さんがもし僕との会話を録音してるんであればそれ出してほしいですねうんだってなんかいつもにか反射認定されてて。 反、うん、社が家に来るって言われてえー、あいくの果てにはねあの美川さんって人うん美川さんも恐喝屋って言われてますからね普通にあの人調査会社ですよ <laughs> なんか家に住んでて実家に住んでてか実家に住んでてなんか仕事してないとか言ってそれで恐喝やってるとかそんなんでしょうん何回か美川さんともねお会いしてえ来、ー、も一緒に行ったしご飯も食べたことあるし っていう仲なんですけど全、まあ、全部が全部がね僕も三河さんのこと知ってるわけじゃないですよだけどそんんな仕事してるよあの人ちゃんと、うん、だから長役太郎さんでもいいしえひろしさんでもいいんですけどどっちでもいいんで証拠を出してくださいよ一個も証拠上がってないですよそれで反射反射言ってるんですよわけわかんないですよねね、うん、今回の、ね、話はね。 まあね反射だっていう証拠があるとえ反射と付き合ってる証拠があるということなんでうんえまあ証拠がね出てきたらじゃあその証拠わかんないですけど捏造の証拠が出てくるかもしれないですけどうんそれについて僕もちゃんと反論しますよ、う。ん まあよくわからない言いがかりはめちゃめちゃつけられてるんでもう今回本当言いたいのは証拠がある裁判だったら出せるって言ってますけども今出してください今広ロさんでも長英き太郎さんでもどっちでもいいです今その証拠があるんだったら今出してください、うん、まあ今日はねあのとりあえずこの音声だけで、えー、動画にしてますけどもまあ次の動画からはちゃんと顔出そうかな いやなんか俺昨日の夜で反射に反社が家に来てそれで「えー、消される」って言われたんでまあとりあえず画面上から消えてみました、うん、まあこれぐらいねあのお血をつけておかないと笑える話じゃないんだよ本当に何なんだと証拠が一個も出てないのに反射と僕は付き合いがあるとずっと言われ続けております しかもねその反射と付き合いのある大物インフルエンサーと広ロさんは付き合いがあるそうなんですよそっちの方がやばくないですかっていうことで今回は終わりたいと思います次の動画からはちゃんと顔出ししますんで、えー、今回は真っ暗でお送りしました本、うん、んととんでもない言いがかりをめちゃめちゃつけられてます今回は <laughs> うんということで広ロさんとちょうよきた太郎さんは僕との 音声があるんだったらそれを出してください、うん。僕から言いたいのはそれだけでございます。それじゃね。